ホテル倉敷は岡山県倉敷市屋地一丁目に存在していた駅ホテルである。JR 西日本グループの倉敷ステーション開発株式会社が運営していた。JR 西日本グループの倉敷ステーション開発株式会社が運営していたホテルで倉敷駅ビル内に存在していた。しかし、倉敷ボ堀公園が閉園による客足の激減。 ルブランのテナント撤退が重なり2010年11月30日に閉鎖された。その後、倉敷ステーション開発は解散、生産された。ビルは建築され、JR 西日本グループの産業 s c 開発株式会社がサンスクラ倉敷を展開している。倉敷ステーション開発株式会社の解散について、JR 西日本、 オリジナルの2010年4月11日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.2010041102243/.http://www.westjr.co.jp/.news/.newslist/.article/.1174783799html2018 年8月22日、閲覧。駅ビル再出発サンスで、暮らし企画業ファッションや、飲食20点出店。山陽新聞。http://www.sanyonews.jp/.article/.166090/.1/.2018 年9月22日閲覧。ありがとうございます。